黒人教会は、ある時には、アメリカ合衆国における、改修のすべてもしくは大部分が、アフリカ系アメリカ人信者によって占められる、プロテスタント系キリスト教教会の属称。黒人教会の信霊による、バプテスマ・バプテスト、ペンテコステ、セオージーシー、無教派等、宗派は様々である。アメリカ以外には、奴隷制をその歴史に持つイギリス等の白人中心の、 国や現在では国土内に米軍基地を持つ同盟国の基地施設内にも見られる。音楽性や礼拝の信仰牧師の語り口調、時には聖書解釈等にアメリカのその他の教会とは一線を画したスタイルがある。他の教会とのこの差は奴隷制や人種隔離政策によって長く白人の集まる教会と黒人の集まる。 教会が分かれていたことによって生じたものである。歴史上、差別主義者による無数の焼き打ち等の対象になってきたことや、現在も特に地方では、回収の所得レベルの関係から経済的、設備的に他の教会ほどゆとりがない状況が多く、見られるなど、人種差別の再下に悩まされてきたことも紛れもない、事実であるが、現在の黒人教会はむしろ、 文化的必要から存在しているものである。人種に関わらず訪れるものすべてに扉を開くのが、キリスト教会全般の基本的な姿勢であるので、どの教会も、決して公に自らを黒人教会などと呼んでいるわけではないし、今日では黒人教会と呼ばれる教会にも白人の回収が見られ、逆も全く珍しくない。しかし、 主に音楽スタイルや選曲によって代表される、教会の文化的特性が、より黒人の信者たちにアピールするものであるために、自然に、いわばマーケットの差が生じている状態である。ブラックチャーチという言葉そのものが即、差別的意味合いを持つわけではないが、公には使用しない。これは前日のように、黒人教会が白人の信者を拒絶してはいないことと、 中知の通りアフリカンアメリカンが黒人に対する呼称として奨励されているためである。しかしながら黒人協会には他の教会と異なる明確な特性を有することも事実であるため、改修の間では親しみを込めてブラックチャーチと呼ばれる。この言葉を避ける場合ゴズペルチャーチなどと呼ばれることもあるが、これもまた俗称である。黒人協会は アメリカ全土に見られるが、音楽や牧師の語り口調等については、ミシシッピ、ジョージア、ノースカロライナ、アラバマ、テキサスなど、アメリカ南部の州により濃く伝統が残されており、北部や沿岸部大都市等で、より都会的であったり、海州の白人の割合が高かったりする場合が多い。これは、南部の州が、より長く奴隷制、人種隔離政策をとっていたことによるものである。 ゴスペル音楽の本番が南部とされるのもこれによる。アメリカでの代表的な黒人協会には、南部テキサス州の TDGX 牧師率いる、ポッターハウス、ジョージア州アトランタにある、エディロング牧師のニューバースなどが挙げられ、どちらも全米に3万人以上の会員を持つ、メガチャーチでジョージ・ゴスペルを中心とした礼拝が行われている。1790年代から1830年代を、 最盛期とするアメリカの宗教史上で第二次信興復興運動期と呼ばれる時期にメソジスト派の巡回牧師の努力によってアメリカ合衆国北部で黒人のキリスト教への改新が大規模に起こったその最中黒人教会の発端となった事件が1787年のフィラデルフィアで起こるリチャード・アレンとアブサロム・ジョーンズの二人の 黒人説教師が参加した日曜礼拝において、教会を運営する白人たちが、白人改修と黒人改修の同席を心よく思わず、黒人改修を二階席に追いやる決定を下した。彼らは、この決定に憤慨し、即刻退場して、黒人のための教会建設計画を指導させた。アレンとジョーウンズは教派を限定しない、黒人宗教組織、 自由アフリカ人協会を設立して、教会堂建設の資金調達運動を行い、1794年にフィラデルフィアに黒人改修専用の教会、セートマスプロテスタント監督協会が完成した。この教会には、所属教派をめぐる問題があったが、19世紀初期には、メソジスト派、バプティスト派公認の黒人協会が北米各地に建設された。 南北戦争以前のアメリカ南部の黒人は奴隷制によって管理されていた。白人奴隷主は黒人がキリスト教を受容することは容認、推奨しており、1758年にはバージニア植民地に黒人教会が存在した記録がある。しかし、第二次振興復興運動が南部にも及び黒人の改新者が増加したため、これを脅威と見た奴隷主たちは、 黒人独自の礼拝を締め付け、白人によって管理される教会での礼拝のみが許されるようになった。奴隷主に抑圧された環境から南部の黒人キリスト教徒たちは奴隷主の目の届かない場所に集まり、アフリカ文化の影響のある儀式や歌を取り入れた独自のキリスト教を保持し続けた。こうした秘密の宗教組織が奴隷解放後に作られた南部の黒人教会の 支持基盤となった。ありがとうございます。